ふるさとの魅力再発見、宮崎ふるさと中継です。今日は三股町から宮崎県産の野菜を使った手作り餃子について藤崎アナウンサーに伝えてもらいます。藤崎さん。はい、今日は三股町にあります生餃子を製造直売しているお店831に来ています。いろんな餃子を扱っているお店なんですが、まずは昼間の様子ご覧ください。生餃子製造直売831は明るく開放的な店内で、まるでカフェのようなおしゃれな雰囲気です。お持ち帰りできる商品やイートインスペースのメニューも充実し、人気を集めています。さあ、早速店内に入ってきました。こちらが店長の下別府さんです。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず気になったのがお店の名前の831、これどういう意味なんですか？はい、こちらですね、数字で、野菜という意味になります。これ野菜を表してるんですか？はい、そうです。宮崎県産の、はい、宮崎県産の、野菜やお肉を使用して餃子を提供しております、うん、宮崎のものにこだわった餃子を食べられるお店なんですよね、はい、そしてこのおしゃれなお店、奥に進んでいきますと、このようにお店の中で餃子が食べられるイートインスペースになっています。たくさんある餃子のご紹介を、じゃあ店長お願いします。はい、代表的なものだけですが、まず、831餃子です。そして、梅しそ餃子です。さらに、パクチー餃子、キムチ餃子、セロリ餃子があります。季節によって種類は入れ替わりますが、常に、10種類以上のバラエティ豊かな餃子をご用意しております、うん、どれも色鮮やかで美味しそうですね、はい、食べ比べなんかもいいかもしれませんね。そしてちょっと変わったメニューもあると伺ったんですが、はい、こういうのもあります。はい、こちらはどんなメニューですか？餃子チーズ、フォンデュ焼きです。宮崎県産のピーマンに餃子が包まれています。こういった変わったメニューもあるんですね、はい、これ特に女性なんか好きかもしれないですね、はい、そして忘れちゃいけない野菜を使った新メニュー、一体何を使ったメニューなんですか？はい、まずニンニクです。ニンニク、はい、普通餃子ってニンニクは入ってるものじゃないんですか？それが普通のニンニクと違ってですね、はい、こちら海老野の、三木農園さんの黒ニンニクを使用して餃子を作っています。本当に真っ黒なんですね、はい、でこの黒ニンニクを使ってできたのがこちらの黒ニンニク餃子ということで、早速試食してみたいと思います。タレにつけて、これは美味しいでしょう。いただきます。うん、美味しい。ニンニク独特の臭みもあんまりなくて、はい、ね、食べやすいですね。ありがとうございます。おすすめです、はい、でまだあるそうですね、はい、次がですね、プチベールを使った餃子です、うん、こちらが、はい、生産者さんの、宮田光一さんと妙子さんです。こんばんは。こんばんは。これがプチベールですね。そうです。私初めて見たんですけど、珍しい野菜ですよね。5年前にですね、三股町の農林振興課の方から勧められて、うん、栽培を現在に至っているところです。三股で初めてプチベールを作ったのが宮田さん で、今親子でされてるんですよね。妙子さん、このプチベール餃子食べたことありますか？ありません。まだない、はい、せっかくなのでご一緒にどうですか、はい、プチベール餃子を生産者の宮田さんと一緒にいただきます。うん、これも美味しい。美味しい。口の中いっぱいであんまり喋れないですね。合いますね、店長。はい、そうなんです、水分が少ないので、とっても餃子に適した食材です、うん、宮崎の良さがギュッと詰まった餃子ですね。じゃあ最後にお店の PR を、今日が誕生日だという桑田さんにお願いしたいと思います。はい、独自産業として宮崎県産の美味しい野菜を使って餃子を作っております。ぜひ食べに来てください。はい、皆さんのお越しをお待ちしてます。以上、三股から中継でお伝えしました。